はい、こんにちは。三宅模型3代目店主、三宅和明と申します。今日はね、制作動画、初めて実はガンプラを作ります。はい、RX78-2、ガンダムですね。こちらの方は、一応オリジン版のガンダムということになってるんですけど、まあ中でね、初期型と中期型と作れるんですが、まあちょっと好き勝手に作ってみようかなっていうふうに思っております。では今日はね、パチ組、ぜひ見てってください。お、始まってんの？始まってます。おお、始まってましたね。すいません。ちょっとね、新しいソフトを使ってるらしくて、画像にこう注目してたら始まってしまいました。はい。で、今日はね、オリジン版のガンダムの HG ですね。なかなかこうかっこいいガンダムなんですけれども、これを作っていきたいと思っております。とうとうガンダムですね。とうとうガンダム。そう、今までね、なぜかね、こうね、ガンダム作ってなかったからね。うん。そうそうそう、ガンプラというやつですよ。はい、これね、本当サクサクとこう接着剤も使わずにいけるので、まあ今ね、今日はまたちょっと早回しで全工程をね、流そうかなと思って今やってるんですけれども、まあ、部品を切って、その切ったところ確認して、ペーパー当てて、で引けとか見つけて、ペーパー当てて、で、全部綺麗にできたなと思ったら組み上げて、で次のとこまた切り出して、またペーパー当てての繰り返しですね。ひたすらひたすらの作業ですね。そうですね、今日は本当にひたすら、うん、で、まあ途中でね、なんて言うんだろうな、後から外せるようにちょっとこう緩くなるようなね、打棒っていう出っ張りと凹と凸をギュッと合わせるんだけど、うんうん、その凸の引っ込んでる方をね、こうニッパーでパチンって切ってやって C の字にしてやることで、こう緩くね、外れるようにしたりとか、まあ、そんなこともちょこちょこはやってはいるんですけれども、まあ、このスピードだとあんまり分かんないよね。うん、これは下準備。そう、下準備、うんうん、今回今全部きれいに、これからこれも全部塗装して作るつもりはしてるので、その下準備的なものでこうね、まあ、きれいにきれいに一個一個塗装した時にも大丈夫かなって思いながら、部品を確認しながらね、やってますね。まあ、一個一個全部ペーパーかけて本土確認することでね、どういう風に塗装すればいいかなとか、そんなこともね考えながらこう組んでいくんですよ。で、ね、組む時の順番だったりなんだりを見ながら、あ、ここのとこはまとめて塗ろうとか、ここのとこは別々に塗ろうとか、うん、そんなことを考えながらこう組み立てている段階です。まあ、今回部品ごとにほら色がついてるじゃないですか。はいはい、これもやっぱり下地で全部同じ色になっちゃうんですか、これ。サーフェスは拭いてグレーに一色にしちゃうってこと？そうそう。どうだろうね、まだそこまで考えながらやってるって言いながら考えてないね。あんまりね、実はね、サーフェスは俺好きじゃないんだよね。好きじゃないというか、サーフェスは塗った分だけ塗装膜が厚くなるじゃない。はい、一層分、うんうん、だから例えば白いパーツの上に白を拭くんだったら、プラモデル専用塗料で塗ってんだもん、うん、別にね、下地剤をわざわざ塗らないで白塗った方が発色もいいし、うん、ね、食いついてくれるんだからそれでいいじゃんって思うので、うんうんうん、例えば青いところにね、赤色を塗らなきゃなんないとか、うん、そういう時にはサーフェスは拭いたりとか、あとね、極端に削ったりとかなんとかして下地を一度確認したい時にはね、サーフェスは拭くことはあるけれども、それでもサーフェスはまあ拭いてるっちゃ拭いてる、うん、全部は拭かないんだけどな、うん、うんうん、そんな感じでやってる。まあ次の動画だね、その辺はね、うん、うん、これでだいたい部品が全部いった感じ。あ、ここ今もう横のとこにさ、ほら今足作ってんじゃないこれ、はいはい、うん、そうそうそう、あと足作って武装作ってでおしまいじゃないかな。うん、ちょこ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 やってって、うん、パーツの数はね、今 HG といえども結構144分の1ってそんな大きいサイズじゃないんだけど、結構最近のガンプラ多いので、うん、もう切り出してきれいに成形してやってるのにもそこそこかかるよね。うん、で今回はね、これ初期型と中期型が作れるっていうことなんだけど、まあなんだ、勝手に、両方のパーツ使って一番なんか自分が思うガンダムに近い形にしてるので、あんまり設定とか関係ない感じです。はい、説明書にはね、どっちで作るにはこのパーツ使ってくれってちゃんと書いてあるんだよ、うん、それを無視してるっていうだけ。うん、まあ、模型は自由だから、うんうん、名言ですね。いや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 、そんなことはないよ、もうアニメで出てるんだよ、似たような言葉が。こうやって一回組み立てて、はい、まあ、もう一回分解しながら、そう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 、色塗ってくる、うん、今確認だね、組み立てて形の形状の確認だったりとか、うん、
それで一個一個のパーツをね、まあ、切り離した時にちゃんと一個一個見とけばさ、後からまとめて全部見ると見落としあんじゃん。それがパチ組っていう。そうだね、仮組ってやつだね。別にこれで完成としてもいいんだよ、それだけで全然かっこいいからさ。ひたすらひたすらですね、本当にね。本当にひたすら、ひたすらなのさ。同じ作業しかしてないからさ、ピックアップで、この前紅の豚みたいにピックアップでと思ったの、どこをピックアップしていいか分かんなくてさ。これともすれば5秒で終わるやつですよね、ピックアップしすぎたら。ああそうだね、パーツ切りました、削りました、できました、はい、そう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 そんな感じ。でもすごい時間はかかってますよね、これ。時間はかかってる、すっごいかかってるよ。背景を見てると何日経ったか分かんないですよね。そうだね。結構かかってると思う。あ、もうガンダムは立ってるね。これから武装とかだね、今ビームライフルやってて。これであとビームライフルやって盾やってとかで完成じゃないかな。ちょこ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 ね。まあ、でもガンプラほんとね、組むだけで色までついてくれるから、すごいなんかわあできたってできた感はあるよね。そうですね、見ててもできた感ありますよね。そうだね、もうちょっとね、パーツごとにこうアップで撮っといたりとかすればよかったんだけどさ。でもヒゲとかをチェックしながらこうペーパーかけて出来上がったみたいな、こんな感じでした。はい、以上。